久保田隆氏は、日本中央競馬会、日本トレーニングセンターに所属する、長教師。父、久保田敏夫は元 JRA 長教師。JRA にて長教師を務め、雪の美人などの活躍場を管理した、久保田敏夫を父に持ち、幼少時から乗馬を始めた。明治大学在学時の1987年から1989年に、かけ全日本学生馬術選手権。 大会3連覇を含む、主だった、馬術界の学生タイトルを総なめにしたほか、海外でもタイトルを獲得した。卒業後、イギリスのクライブブリテン級者にて2年の実地研修を経た後、1992年4月に、JRA 競馬学校休務員課程に入学、同年10月より、美保、柴田金也級者所属の休務員として配属される。 その半年後に調教助士の資格を取得、その後も複数の旧社を渡り歩きながらキャリアを積み、高橋義康旧社時代には大気フォーチュン、サウスビグラスなどの調教を担当。2002年2月に調教師試験に合格、1年の技術調教師研修を経て2003年3月開業となる。初年度こそ6章と振るわなかったが、 翌2004年に勝利数を2桁に乗せ、以後年間20勝台を勝ち上がるようになり2007年には、重賞勝利を記録するなど頭角を表すようになる。2007年と2009年には、優秀調教師賞を受賞。2015年には、エリザベス女王杯を、中山競馬場の芝2500メートルの条件戦を、勝った時からそのレースに勝つことを意識させたという、マリアライトで制し、 GI 初勝利を挙げた。カッコ内は当該場の優勝重賞競争。太地は GI 級競争。ありがとうございます。